てみた。逃げる魚たちには何の罪があるの。でも今の私にはこうせずにはいられない。私の大事なあの人は今は戦いの中、戦場への招待券というただ一枚の紙切れが楽しい日々を別れの日にした。殺されるかもしれない私の大事なあの人、私たち二人には何の罪があるの。耐えきれない毎日はとても長く感じて、涙も枯れたある日、突然帰ってきた人、本当にあなたなの。さあ早くお部屋の中へ、あなたの白い色窓辺に変わっていたわ。私を抱いてくれた。でもすぐに時は流れて、あの人は別れを告げる。いいのよ優しいあなた、私にはもう分かっているの。ありがとう私のあの人、本当はもう死んでいるのでしょう。昨日Twitterの死を告げた。手紙が